初めてだな、弾き語りでやるの。じゃあ聴いてください。ずっと。ありがとうございました。ずっとでした。めっちゃ難しいねこの曲。でもね、なんかね、歌ごとに好きになる曲なので僕は大好きです。ぜひずっとがね、今日から店頭に並んでいるので、明日のね、朝でも昼でも夜でもね、お時間があるときにぜひお手に取って聴いてくださればなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとセッティングを元に戻します。